ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、東京無国籍少女。監督は、押井守。2015年の作品です。芸術学校で美術を学ぶ、特待生の愛は、精神を病んでおり、担任や他の生徒から疎まれていました。不眠や頭痛に悩む彼女の妄想は、やがて暴走し始め、果たして、というお話です。出演は、清野菜名、金子信明、田中日奈子、リリー、本田博太郎ほか、アニメーション演出家として名高い押井守が、山岸健太郎の短編映画をリメイクした予測不能の問題作。新鋭女優、清野による素晴らしい演技と、残酷にして華麗な格闘アクションは圧巻です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。